成田直江成田直江大正7年12月29日は、明治時代の大義士、秋田県会所大義長。直江は、河江元年、出羽国秋田郡高野巣村、成田良左衛門の次男に生まれ、久保田町茶町氏族医師、青木康史順の養子になったが、兄が亡くなったので、実家に戻り後を継いだ。17歳の時、久保田町の根岸幸江の門に入り文学、キューバ、 刀剣の術を学び、秋田藩合詩となり、明治元年母親戦争では、大義殿で南部藩の兵士と戦い手柄を立て藩主より、刀一振りを賜る。世は、明治の新時代となるが、時の流れに敏感な彼は、一時歳詩を残して、東京の福沢諭吉の門に入る。26歳の彼は、自分は一番年長者で、多くの少年たちと洋楽を勉強するのは、 くすぐたい気持ちであったが、新しいことを学ぶ、最初の窓口となったと書いている。その後、法政学者、細川淳二郎の文下生となり、政治経済学を治める。新しい制度はできても固まらず混沌たる状態であったときに、彼は郷里に帰り、校長となり、県職員になり、大牧場を経営するなどするが、明治12年、32歳で、 1> 第1回県会議員に当選し、初代議長に押される。そして、高野巣村に、軍役所、県立農林学校、大武線の駅を誘致し、明治14年には、天皇の東北五巡校を請願し、自邸をご中高在所としてお迎えした。また、衆議院議員に当選すること4回、中央でも大活躍し、秋田鉱山専門学校の誘致や、尾物川改修、 船川線付設運動、県育英会創設などで県発展のため貢献した。大正7年、71歳でボス。昭和55年9月8日、高野市地方市研究会ほか多くの有志が金を出し合って町内の米城児童公園に彼の共造を建てた。その趣旨は高野市町を現在の姿に発展させた成田直江沖のことを 未来の担い手である青少年に伝え、学町の精神を培いたいというのであった。ありがとうございます。